どうも、七広です。画面が失踪ってね、もう台風許すまじって感じですね。この後ね、この動画取り上げた後はね、Mac のフリー Wi-Fi でね、動画投稿したいと思いますんで、頑張っていきましょう。はい。今押さえてる七広さんの小さい頃の夢は何ですかって、これはね、ザ・七広って感じの質問なんで、次回ね、答えていきます。今回は、七広×妖怪ウォッチ、これ答えていきます。はい。妖怪ウォッチに出会ったきっかけ教えてほしいです。妖怪ウォッチはね、11歳だな。だから小学5年生の時に友達の家に遊びに行って、友達がね、プレイしてましたね。サークルぐるぐるしてたな。楽しそうだって思ったね。はい。妖怪ウォッチ2のタイプレイヤー終わったら、電波人間で、電波人間終わったら何する予定なんですか？ナンパ人間になります。はい。妖怪ウォッチに出てくる妖怪の中で、七広さんが一番記憶に残った妖怪は誰ですか？ガリ王子、もしくはサムガリだな。てか、どっちに間を取って雪王のマント。雪王のマントっていう妖怪は、入手困難ですよね。あれ何なんですか本当ね。あれでしかもガシャで出てきた時よりも結構でかいっていうね。ガリ王子が装着するとでかいです。あのマントさ、ちょっとどっか売ってねえかな。イオンとかで売ってないか。今から買いに行こうかな。マック行った帰りに買ってくるわ。ちょっと売ってたら教えてください本当ね。今すぐ買ってきてね、タイプレア完結というね、していきたいですけどね。妖怪ウォッチ何歳からやってますか？11歳ね。グダヒロ欲張るるひねくれかすブシニャン回線切りブシニャン回線切りあったか。七広離婚。妖怪ウォッチ配信の中でいろいろな言葉が生まれましたが、七広さんが一番お気に入りの配信で生まれた言葉は何ですか？深い漢方ですね。深い漢方ってさ、素材の味そのままじゃん。どういうことかっていうと、深い漢方っていうのがあって、そのアイテムが出まくるんだよな。雪王のマントを狙ってる時に出まくって、で色が似てるから一瞬来たかと勘違いさせる不快な色ってことで不快漢方って名付けたんですけど、同音異義でね、日本語ならではの美しさがある、言葉ですよねあれね。でもってブシニャン回線切り、俺いつ出てきたそれ。ひねくれかすもよかった。あ、ひねくれかすどうやらね、トレンド入りしたらしいですよ。視聴者が見せてくれました。はい。まあ、端末によって違うんだけど。入ってますよって言って、数人から送られてきましたね。いや、ロリコンじゃねえよ。一番好きな妖怪と嫌いな妖怪を教えてください。一番好きな妖怪はふみちゃんで、嫌いな妖怪は Wi-Fi 隠しだな。Wi-Fi どこ隠したんだよ。で、どういうシステムマジで、ね、どこ飛んでっちゃった。台風で持ってかれたってこと、そのアンテナみたいなのがあって、それテレビのアンテナみたいなのがアパートの上に立ってて、そのまま持ってかれた Wi-Fi アンテナ。まいったね。ナッチン困ったね。妖怪ウォッチ3やる予定ありますか？あります。2021年の秋頃にね、初見実況やっていきます。そして2022年に突入したらね、対戦 SSS への道っていうのねやっていきます。はい。ロリーについてどう思いますか？あと妖怪ウォッチ配信楽しみです。ありがとう。でロリーはロリーだろね。はい。それ以外ないだろうってね。妖怪ウォッチシリーズのゲーム今まで何をしたことがありますか？妖怪ウォッチシリーズは Wii U のね、ダンスのやつの以外は軒並みね、触れたな。全クリかどうか置いといて触れたな。また妖怪ウォッチのアニメや映画漫画見たことありますか？あります。アニメのさ、 YouTube に多分今もあると思うんだけど、コマさんがすげえ悪い顔しているやつあるじゃん。あのアニメ見たね。タイプレイ終わったら妖怪ウォッチの曲はお休みですか？そうだな。シャコのことは嫌いになってませんか？なってないわ。シャコ釣り配信のね、釣れすぎたシャコってもうね、シャコだけであのクーラーボックス満タンになった。そんぐらいですよね。釣りまくってましたね。妖怪ウォッチ釣りの妖怪コンプリートやりますか？あ、いいですね。案件来たらやりましょう。ね、もう果実爆投げ妖怪ウォッチ釣り大辞典 100% コンプリート案件お待ちしております。はい。妖怪ウォッチバスターズはやらないんですか？また極ボス無双日やりましょう。なんで2周目やるんだよ。妖怪ウォッチバスターズってね、やってきたよね。バスターズ、新バスターズ、B1、B2、トレジャー、プラプラ、次なんでしょうね。
楽しみですね。新作でお会いしましょう。はい、妖怪ウォッチ以外でやってみたいの 3DS のソフトは何ですか。これガチガチのガチめに答えるとね、テリワン、テリーのワンダーランド、テリワンですね。当時さ新聞でさ見たんだよ。でその他のところが、他の面が白黒なのにテリワンのとこだけカラーで載ってて、四角いスライム、その一枚絵の中の四角いスライムにめっちゃ憧れたわ。うん、あれ今でもあの感覚覚えてるな。うん、なんか蘇ってきたわ。めっちゃやりたかったな当時な。うん、あ、これからのスケジュールは違うか。うん、これからのスケジュールは俺の動画を追ってくれだな。うん、やっぱね動画は今ニュースケーターにしてるからさ、うん、それで追ってってほしいですよね。まず何はガラムマサラだと思うんですが、え、怖い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 わ。米ジー好きですよね。あー、すっとスクロールして隠蔽していこうね。妖怪ウォッチ1、2ときて3の攻略競争しますか。3はねするかな。まだねランマさんと話してないんだよ。そうで、やるとしたらさ3日かかるな。妖怪ウォッチ3ってね確かすっごい長かった気がするよ。だからボスまでとかじゃなくてどっか途中地点までとかがいいかな、やるとしたらな。その1日でやるとしたらね。でもやるとがっつりやるとしたら前回のようなパッツリワンパック、あれでは済まないですよね。どう考えてもね。10万人企画もう考えてなかった。いや、やるって言ってた七ヒロ。なんか情報知ってる人教えてほしいですね。これ出会いはさっき言ったし、これそう言ったし、あ、オフ会ハブとかかな。もうさ夏暑すぎるときさしんどいよね。ちょっと季節考えようぜやるとしてもって思うけどな。お、妖怪ウォッチでどの曲や BGM 好きですか。妖怪ウォッチは、そうだな、星空を見上げて、KJ リミックスのね、妖怪ウォッチ3の音ゲーのさ KJ のやつね。あとはケイタ大活躍、そしてコマさん実家に帰る。コマさん実家に帰る、いいよね、帰っていきたい。あとオープニングテーマだわ。オープニングテーマが久々に聞くと魂が震える曲ランキング第1位、オープニングだよな。ああってなるもん、全身がああってなるよね。あとはないかな。あ、妖怪ウォッチ100%の中で一番好きなシーン教えてください。一番好きなシーン、一番好きなシーンか、どやどれだろうな。うわー、苦労にね時間かかったとかあるよな。ストーリーに触れてる時間も楽しかったしな。でガリー苦戦も良かったな。あれもだからそのでみんなでもうだいぶボルテージ高まってたもんな。周りも巻き込んでのうわっと、出たって、ね、バトルドームも出たって感じで良かったですよね。オイランも良かったな。オイランはねえ、耐久企画は二度とごめんだみたいな、ね、感じですよねあれね。どうだろうな。まあ、七色離婚とかもあったし、バスターズも面白かったな。歌舞伎ロイドもね、なんかもうぐっちゃぐちゃでしたよね。まあいろいろ思い出すよな。邪神の塊がを絶対に出すに決まっているという、短冊、七夕の奇跡も熱いよな。どうだろうな。これ一番好きなシーンか。うわー、これ答え出ねえな。これさ今スマホでさ撮ってんじゃん。だからさ、もうスマホでちまちま編集したくないからさ、カットなしで投稿していこうと思ってんのね。
だから早急に答え出したいんだけど、いっぱい思い出が出てくる。すごい出てくる。まあ 100% になった瞬間です、はい、意外とスッと終わったっていうね、おやつの時間、おやつの時間ですね、はい、ということで、七ヒロ本体に関する、質問は、まだまだ募集中ですので、皆さんぜひぜひ、質問投げてみてください、はい、まあできる範囲でね答えていきます。よし、じゃあマック行くぞ。マック行ってこれ投稿していくよ。はい、おやつの時間が過ぎ去るまでに投稿できるかな。ということで本日も配信できねえな。